続いてはコバの体イキイキ計画です。お家の中でも簡単にできるエクササイズですので、皆さんも一緒に体を動かして運動不足を解消しましょう。はい、講師はボブスレー元日本代表の小林隆一さんです。コバさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コバさんは普段体を動かしているので便秘知らずですか？はい、そうですね。もう毎日改便と言いますかね。シュッシュッですね。みんながね、そうなればいいですね。はい、はい、ということで今日のメニューは、はい、便秘改善のエクササイズということで、はい、まあ、腹筋運動ですねを少しやってみたいんですけども、まあ、激しい腹筋運動だとね、うん、長続きしませんので、うん、もう簡単なものからいきたいと思います。では早速ですね、最初のエクササイズに行きたいと思います。はい、はい、では今日はね、最初タオルを使います。タオル、はい、はい、で寝転んだ状態になりますけども、はい、タオルをですね、腰のあたりにちょっと入れていただいて、はい、寝転びます。はい、はい、膝は立てた状態でお願いします。はい、ではこのタオルをですね、自分が横向きに引っ張る、これを抜けないように、はい、腰を反らさないようにですね、ぐっと押さえた状態、しっかりつける、はい、引っ張りながらですね、はい、ではここから腹式呼吸で大きく動かしましょう。呼吸を吸ってお腹をぐーっと膨らまします。はい、吐いてお腹がへこんで、いつもよりしっかり吐いてください。ふー、はい、また大きく吸って、はい、吐いて、ふー、しっかりいつもより大きく吐いてください。はい、しっかり鼻から吸って、で口から吐いて、大きな動きで少し腹筋の動きを感じましょう。吐き切ると腹筋使いますね。ゆっくりな動きで、まあ、10回ぐらいですねを目安にぐーっと動かしていきましょう。どうでしょうか。腹筋が疲れてきました。ここまで呼吸意識したことなかったんで、はい、いいですね。呼吸だけで、はい、では次のエクササイズに行きましょうか。はい、そしたらタオルはですね、今度は外していただいたら、はい、足も伸ばして少し大の字になりましょう。はい、では先ほどの呼吸大きく吸って吐きながら、今度は、はい、膝をゆっくりお腹の方に寄せてきます。手も寄せてゆっくり抱え込んでぐっと丸まってみましょう。吐きながら、はい、吸いながらゆっくり戻りましょう。はい、もう一度しっかり寄せながら、ぐーっと丸まったときにお腹をぐーっと締めるように、はい、いいですよ。はい、ゆっくりまた戻して、これ上半身は、そうですね、起こした方がいいですか。上半身もね、しっかりね、丸めるときにぐーっと浮かしてあげてください。ぐーっといきましょう。しっかり息を吐きながらね、体を丸める、10回を2セットから3セット、ゆっくりなペースでいいですね。呼吸が乱れないように、ふーっと大きな感じでお願いとします。そんなに運動してるって感じじゃないですか。結構疲れますね。疲れた。はい、ありがとうございます。じゃあですね、3つ目。今度はですね、腹筋のこの下腹部の方ですね、下の方、片足ずついきますので、同じような動きですが、今度は足を片足ずつぐーっとゆっくり持ち上げて、はい。ではまた膝を抱え込んで、同じようにぐーっと体を丸めてあげてください。はい、ゆっくり戻して、今度反対行きましょう。呼吸をしっかり使って吐きながら、ふーですね、腹筋が縮むのをぐーっと感じながら、ね、息をしっかり吐きながら片足ずつゆっくりですよ。だんだん疲れてきましたか。ふー、呼吸が止まっちゃうとね、苦しくなるの で、 そうですね、呼吸忘れてたら、ね、呼吸のリズムでいきましょう。お腹をしっかり使うイメージ。ふー、どうですか、皆さんできてますか。腹筋が疲れているということはできてるってことですか。はい、そうですね、腸もね、それによってちょっとこう動かされて刺激になりますので、片足ずつの方がやりやすいですね。そうですね、分かりやすいかもしれないですね。うん、はい、ありがとうございます。ではゆっくり起き上がりましょうか。はい、きっちり吐き切ることによって腹筋にも効いてる感じは、うん、そうですね、ふーっとね、いつもより多めに吐いてもらって、はい、お腹を丸めるようなをやってもらうといいと思います。呼吸でそこまで行くんですね。そうですね、はい、
皆さんも時間のある時でいいですよね。これいいですね、いつでもね、はい、朝起きた時そのままベッドの上でできますね。そうですね、ゆっくりやっていただくと目覚めも良くなると思います、ね、できれば朝出したいですもんね、うん、そうですね、やっぱりね、すっきりしてから行きたいですからね、すっきりしていきたいですね、はい、今日は便秘の改善エクササイズを教えていただきました。日本海テレビの公式 YouTube でも、おさらいができますので皆さんぜひやってみてください。さあ、コバさん、次回は、はい、次回はですね、夏バテの解消エクササイズということで、まあね、じっとしてる体をね、動かしてみたいと思います、はい、バテてる頃ですからね。そうですね、はい、わかりました。では、決めポーズいきましょう、はい、いきますよ、これで皆さんの体もせーの、息、息、全然関係ない